パーカーカはアメリカ合衆国の実業家であり、企業家。ナップスター、ブラックス、コゼスを共同設立し、Facebook の初代 CEO を務めた。バージニア州ハーンドン育ち。父親は著名な海洋学者で、母親はインフォマーシャルのメディアバイヤー。妹が二人いる。7歳で父親にプログラミングを教わり、コンピューターに見せられる。 幼い頃から水泳が得意だったが、やがて図打が悪化したため、どこへ行くにも吸入器を持ち運ばなければならなかった。本人曰く学校では、とても気まぐれな生徒で、成績は A か F のとても両極端なものだったらしい。自宅では、父が持っていた当たり者のコンピューターで遊んで、プログラミングを学び始める。コンピューター言語のベーシックを学びさらに C 言語と、 パールについても勉強した。12歳の時には新聞の発行を試みる。やがて商品を安く大量に仕入れて高く売るだけで誰でもお金を稼げるというアイデアに夢中になり、8年生の時には模型飛行機を大量におろしてくれる業者を見つけその模型飛行機の販売で200ドルほどの利益を上げた。その後まもなく自分でウェブデザインショップを始め、 続いて、クロスウォークと名付けたセキュリティ会社を作った。16歳の時にクラッキングを行ったことで FBI に逮捕され公共奉仕を課せられた。1998年にバージニア州フェアファックス郡のオークトン高校を卒業後、1999年に P2P P を用いた音楽ファイルの共有サービス、ナップスターに共同創業者として関わる。 このサービスは一大ブームを巻き起こしたものの、著作権を無視したファイル交換が行われていたことの責任を問われて、アメリカレコード協会やメタリカをはじめとするアーティストから訴訟を起こされた結果、創業停止に追い込まれた。2002年11月には、マイクロソフトアウトルックと統合できるソーシャルネットワーキングサービスのプラックスを立ち上げたが、二人の株主との争いから、 プラックスを去った。2004年、ふとしたことから目にしたフェイスブックに興味を持ち、マーク・ザッカーバーグに助言を送る。同年、法人化に伴って、初代 CEO に就任、7%の株主となった。2005年、国会所持容疑によって逮捕されたことでフェイスブックを去ることを余儀なくされた。この件は、証拠不十分により起訴されなかったが、最大の投資家であった。 アクセルパートナーズのジム・ブライヤーによって職を割われた。2006年、サンフランシスコを本拠とするベンチャーキャピタルのファウンダーズファンドにマネージングパートナーとして参加。2009年、音楽ストリーミングサービスのスポティファイに興味を持ち、翌年2500万ドルの出資を行った。Facebook 時代のパーカーは、2010年の映画ソーシャルネットワークで描かれており、 ジャスティン・ティン・バー・レイクが演じている。パーカー自身はこの映画について完全なるフィクション作品と述べており、この映画のようにクールだったら良かったのにと語っている。ありがとうございます。